皆さんこんにちは。本日もスカーレットバイオレットをやっていきましょうか。で、このゲームにはポケモンにつけられる証がいくつかあるの皆さんご存知でしょうか。まあこの証っていう制度に関しては昔の作品からございますので、知ってるわっていう方もかなり多いんじゃないかなと思いますね。では今作は具体的にどういった証があるのか、そしてどのような証が取るの難しいのかっていうところを語っていきましょうか。で、すべて紹介すると時間がかかってしまうので、一部抜粋して皆さんに紹介していければなと思っております。では早速中身に入っていきましょうか。まあ、証にこだわる方はね、本当にとことんこだわると思うけど、逆にどうでもいいわっていう人はね、本当にどうでもいいと思うので、まあ、あまり気にしたことない人も多いんじゃないかなっていうところ。では早速上から見ていきましょうか。で、まずですね、こちら。見たことのない証。これね、多分一番入手するのが難しいんじゃないかなっていうところですね。で、入手方法としましては、野生のポケモンにたまについていると。で、具体的には1000分の1。なので、まあ、約1000匹ぐらい捕まえないと、これを持ってるポケモンですね、保有することが難しいと。まあ、そういったことがですね、間接的にこれ分かっていただけるんじゃないかなっていうところを。まあ結局ね、これに関しては確率論になってくるので、まあ運が良ければですね、もちろん。まあ最初の1匹2匹とかでついてる人もいるかもしれないけど、まあほぼほぼね、1000分の1という話になってるから、まあかなり難しいんじゃないかなっていうところですね。で、2つ目としましては、人を知らない〇〇っていうところで、まあどういうことって感じなんですが、まあこの見たことない証、本当にね、超レアとなっておりますので、もしこれ持ってたらすごいねという話ですね。はい。で、あとは時々見る証だったりとか、わんぱくな証であったりとか、能天気な証だったりとか、緊張な証だったりとか、なんかいろいろありますね。で、他には期待の証だったりとか、カリスマの証だったりとか、冷静の証だったりとか、本当にね、多種多様なものがあるんですよ。で、あとはまあ情熱の証か。で、油断の証。で、他校の証。憤怒の証。で、微笑の証。どんだけあるんだよって感じなんですが、まあ、かなりバリエーションがあるんですよね。で、あとは悲壮の証であったりとか、会長の証だったりとか、で、他には激発の証だったりとか。で、これらっていうのは基本的にね、野生のポケモンにたまについているっていうところなので、まあ、例えば、卵孵化とかでは、おそらく、これ、ついてるってことはないのかな？まあ、野生で出てくるポケモンのみについてるっていう話だから、これね、全部コンプリートできたらすごいよね。いや、さすがにそれは難しいか。どれだけ野生ポケモンを捕まえないといけないんだよって話だからさ。まあ、相当厳しいところがあるのかなってところですね。まあ、他には何があるのかっていうところですが、理性の証。本能の証。で、狡猾の証。で、こわもての証。やさがたの証。童謡の証。紅葉の証。なんじゃこれ。倦怠の証。自信の証。不信の証。もう何でもかんでも証つけてんな。で、僕徳じゃねえわ。僕徳の証。で、不純の証。元気の証。そして、不調の証。っていうところで、まあこのような証が点在しておりますという感じでしょうか。まあ厳密にはね、もうちょっと証の数があるんですけど、まあかなりの数になってしまうので、まあこのあたりでいいかな。まあ他にはね、まあ天気で入手する証だったりとか、あとは時間帯で入手できる証もあるんですよ。なんか面白いよね。まあ例えば正午の証であったりとか、正午の証だったりとか、黄昏の証だったりとか、暁の証だったりとか、まあ、これはですね、まあ、時間帯で捕まえたポケモン。まあ、特定の時間帯ですね。で、それに伴ってつく証もあるみたい。で、他には、まあ、天気っていうところで、まあ、どん天の証とか、雨降りの証とか、雷の証とか、こんな証いるみたいな、そういった証がね、結構あるみたい。で、さらにもっと言ってしまうと、まあ、グルメの証とか、運命の証とか、で、あとは、ま、でっかい証、ちっちゃい証みたいな。まあ、このゲームですね。まあ、サイズの表記。まあ、表記っていうか、サイズの概念がございまして。まあ、最大だったりとか、最小だったりとか、モンスターハンターみたいな感じで、ポケモンにもサイズがあるんですよね。
で、そのサイズっていうのは目視でも確認することできるんだけど、まあ、最大の場合はでっかい証で、最初の場合は小さい証っていうものをですねもらうこともできたりとか、あと最強の証とか相棒の証とかで、主の証とか本当に多種多様な証がございますね。で、主の証に関しては主だったポケモンにしかつかないかなり希少なですね証となってます。まあそんな感じかな。なのでこういった形でかなりですね多種多様な証がございますので、ぜひ皆さんコンプリートしていきましょう。ただね、俺多分思うんだけど、証に関しては全てコンプリートできた人っていないんじゃないかな。いや絶対いないと思うわ。相当難しいでしょう。ちなみにね、最強のリザードンいるかと思いますが、あの最強のリザードンね、確か捕まえると確定で最強の証が手に入るはず。ちょっと見ていきましょうか。確定だったはずなんだけど、リザードンニキはどこ行った？リザードンニキいたわ。で、これ多分つけてるはずなんだけど、どうだろうね。ちょっと強さ見てみましょうか。で、これで見ていきたいところだが、なんでついてないの？おかしくね？待って待って、どういうこと？え？あれ？証がついてないね。あれ？けどさ、公式情報でついてるっていう話ありましたよね。あれ？俺の、なんかミス？バグ？なんだこれ？いや、まあいいや。これ、バグ？いや、バグじゃないか。仕様なのか？ちょっとわかんないけどさ。まあそういったところで、なんかリザードに最強の証がついてないんだけど、で、現状ですね、最強の証に関しては、リザードンしかつけることができないはず。ただ、これからですね、まあ例えば星7のレイドバトルであったりとか、あと伝説であったりとか、準伝説級、幻級であったりとか、まあそれらのレイドバトルが順次公開されていくことになるかと思いますので、多分それらで捕まえたポケモンに関しては、最強の証っていうのは、まあ、ついていくんじゃないかなと思ってます。まあ、現状ですね、リザードンしかつけることができないはずなんだけど、ただリザードンなんかつけてないね。どういうこと？いや、よくわかんねえけどさ。これ誰かわかりますか？あれ、誰かに話しかけないといけないとか、そういったノリ？いや、わかんねえわ。どうなんだろうね。まあ、ちょっと気になったんで、後ほど調べてみましょうか。なんかバグっぽいけどね、状況的には。どうなんだろう。だって公式がわざわざ作って言ってたからね。ただついてないっていうのもおかしいからな。まあ不思議な現象だなっていうところです。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの。